主要カテゴリー政治シエラレオネの政治シエラレオネの外交シエラレオネの国際関係シエラレオネの国際関係ではシエラレオネと主要な国家及び国際機関との関係を述べる。シエラレオネは多くの西側諸国と正式に国交を有しているほか旧ソ連諸国や中華人民共和国とも外交関係を持っている。元大統領のスティーブンス政権時代に 西アフリカ諸国経済共同体の下に、西アフリカ諸国との信仰を深めていった。2011年現在、現政権もこの成果を受け継いでいる。シエラレオネは、国際連合及びその専門機関のほかアフリカ連合、西アフリカ諸国経済共同体、アフリカ開発銀行、マノ川同盟、イスラム諸国会議機構、 非同盟の加盟国である。また、国際刑事裁判所のメンバー国でもあり、アメリカ軍を擁護するための面積協定とも言われる二国間、面積協定をアメリカ合衆国との間に締結している。シエラ・レオネ外務省は、国外の世界各地16カ所に、大使館や高等弁務官事務所を設置している。シエラ・レオネはかつてイギリスの植民地でもあった、ことなどから、 イギリスからの独立以降は、イギリス連邦の加盟国である。ワシントン DC にある、シエラレオネ大使館アメリカ合衆国とシエラレオネの関係は19世紀の選挙活動から始まった。1959年、米国はフリータウンに領事館を開設し、その後シエラレオネが独立を果たした1961年に大使館に格上げされた。 今日の両国間の関係は増大する歴史的な興味を享受する二カ国の人々の間に結ばれた民族的な関係をもって親密な関係にある。多くのシエラレオネ人がアメリカ合衆国内に居住している。2006年度改定ではシエラレオネに対する米国のあらゆる分野における二国間に援助額の総計は2953万8000米ドルであった。 米国は、平和、民主主義、人権、保健教育の強化のほか、人的資源の開発を主眼とした支援を実施している。2008年現在、米国政府は在シエラレオネ大使館にグレン・フェドザー、代理講師を派遣し、シエラレオネ政府からは在アメリカ合衆国大使館に、H.E. ボカリ・コート州スティーブンス特命全権大使が駐在する。この記事には、 アメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ合衆国国務省が作成した次の文書本文を含むバックグラウンドノートシエラレオネサイトウェブテンプレートではアクセスデートイコール引数が必須です大規模な国連平和維持活動の結果内戦は終結したしかしながら反逆的な暴力組織による戦闘や民族間の紛争 不法なダイヤモンドの取引、汚職、自国内の市民暴動、難民、暴動にも悩まされる、近隣国への難民流出が発生している。ありがとうございます。